皆さんこんにちは、エルザです。今回は黒森町キタンというゲームをやっていきたいと思います。でこちらのゲームなんですけど、和風ファンタジー物語となっているらしいんですが、なんかね、実話を元にしたストーリーに怪談の要素を混ぜたっていうような感じの内容らしいです。まあ久しぶりのホラー枠だね。だいぶやってなかったんで、ちょっとやっていこうかな。まあでもライトホラーって書いてあったから、そんな大したことはないのかなとか思ってるんだけど、まあビビらずにいけるのかっていう感じで早速やっていきたいと思います。はいはい、この作品には暴力シーンやグロテスな表現が含まれていますと。そうだね、気をつけてね、みんなね。一切架空のものですと。ああ、やっぱ実在する事件をもとに制作されてるんだって。まあ架空だけどってことやね。内容っていうか言葉はね。8歳の時、母と交通事故に遭った。母は重傷を負い亡くなり、私だけが奇跡的に生き残った。あれ以来、8歳前のことを思い出そうとするたびに、いつも脳裏に浮かぶのは果てしなく続く黒い森だけだった。1998年、平成10年。お、来たねー。目を開けると、そこは見知らぬ駅だった。濃い霧が山々を覆い、ぼんやりとした視界の先には真っ暗な森が広がっている。木原家臣っていうこの子が主人公だね。鹿島駅帰りの電車に乗ってたはずなのにと。鹿島村といえば黒森町の隣にある村だと。あの交通事故の前まで私は家族と一緒に黒森町に住んでいた。父は母のことをめったに語ろうとしない。そして黒森町のことも急に出てきた操作方法一応ね、今回コントローラーでやろうかなと思ってます。まあできればだけどね。まあ、手動でセーブしてくださいってことはね。はい。下にニャーって書いてあるけど。あ、ニャーって書いて、いたわ。お、懐中電灯。あー、こんな感じになってんだ。オートセーブで18までやる。あ、ちょっと待ってね。A で使用する。あー、なるほど。そうだね。コントローラーは対応してるけどって感じだな。この、自販機。私のカバン、中身はちゃんと入ってるかな？動物世界。片道切符。宿題。図書リスト。まあ、特にやったかね。まあ、何も、お父さんはってことは、ショックでそうなのかっていうのもあるだろうけど、特に教えてくれることはないって感じね。あ、走れるね。はい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 。よし、行こう。にゃん。にゃん。にゃーにゃー猫好きなんやね。にゃーにゃーにゃーおん。この猫私に何か伝えようとしてるみたい。にゃーにゃー。まあわかるわけないか。他の場所を見てみよう。お？嫌だなこれ中に入れるってことやろ？そういうことやろ？あ、違う。出ていった。
はい、ということで黒森長期短開始です。いけた。そして戻る。あ、いるか、まだいるか。にゃんこちゃんまだいるね。猫かわいいよね。床に下が見えないほどの大きな穴が開いている。その上に一本の白い羽が浮いている。白い羽。お、しまった。鍵がかかってる。カメラが外れたスピーカー、ジジジッとかすかに電流の音が聞こえる。こちら FM85.4 と。はいはい。雨の日、周遊のごとく、教官や早手のごとし。誠の御身荒橋、神や途端の苦しみより救はるは。例えば、世界が終末を迎えるなんて噂が流れているって。そのせいか最近こういう布教活動を耳打ちする機会が増えたみたい。日原。もう完全に分かってるやね。羽がまばゆい光を放つ。暗闇の中に私を引きずり込むかのように無数の嘆きの声が聞こえる。意識を失いかけた時、あなたか、暖かな風が耳元を吹き抜けた。私は必死に重くなったまぶたを押し上げる。あれ？誰かいる。再び目を開けると、そこに銀髪の少女がいた。月明かりの中、静かに座っている。その瞳はまるで雪に落ちた梅の花。この子いつからそこにいたんだろう。なんだか部屋の様子もさっきと違うみたい。少女は自分の口元を刺すと首を軽く横に振った。ごめんなさい。少女がノートを取り出そう。そこに一行の文字が現れた。呪いのせいで話せないの。呪い？ここはどこなのか、なぜここにいるのか知りたいんでしょ。でもその質問に答えるのはすごく難しい。一言で言えば、私たちは呪いによってここに閉じ込められている。でも呪いを解く方法は分かってる。あなたさえ良ければ一緒に黒森町劇場へ行きましょう。黒森町劇場、そこへ行けば呪いは解けるの？このノートに書いてあるでしょ。呪いを解く方法は黒森町劇場に隠されているって。これどう見たって普通のノートじゃないわよね。このノートには霊剣があってね。例えば、ちょっとクールで真面目なボブヘアの女の子と出会うでしょう。だって。ほら、当たってるでしょ。とにかく、このノートに書かれてることは本当なの。きっと神のお導きなのよ。ちょっと巫女さん的な感じにも見えるよね。で、どうしたらいいの？今から黒森町劇場行く？その前に、念写を解除しなくちゃ。念写。あなたが拾った白い羽には不思議な力があって、念写もそのうちの一つよ。正常に動作する電気製品に触れるだけで、その電気製品の記憶を読み取って中に入ることができる。じゃあさっきのスピーカーに触ったからここに連れてこられたってこと？正解。スピーカーがちゃんと壁についてるのも念写の影響なの？そうよ、念写によってこの空間過去のある時点へ遡った。だからスピーカーも壁に設置された状態に戻ったの。念写を終わらせたいときはもう一度同じ電気製品に触れるといいわ。この高さならジャンプをすれば何とか届きそうだけど、床の状態も良くないし、踏み抜いたりしないかな。なら他のものでもいいわよ。同じ空間にある電気製品なら念写できる。ってノートに書いてあるが。一体どこでそんなノートを？それは企業秘密よ、木原さん。今はまだ答えられないわ。私の名前知ってるの？ああ、うん。ノートが教えてくれたから。私も自己紹介しないとね。私の名前は桐谷祐希。作家をやってるの。作家って同じ年頃なのに。ほら、ぼーっとしないで、早く念写できる電気製品を探さなくちゃ。ということは、
現代と過去を行ったり来たりみたいな感じなんだね。ここ南京錠かかってるけど、そのノートに番号とか書いてなく、書いてないわね。いつもノートに頼ってはいられないわ。神は時折私たちに試練を与えられるの。なるほど。すごーいいな。びっくりした。座布団は勝手に動いたわ。下に紙が挟まってみたいだけど。はいはい。隠さなければ、もし見つければ、間違いなく殺される。あそこなら安全だが、私の気力も随分と取れてきてる。何か自分にしか解けない暗号を。赤い座布団、青い座布団、椅子、電球。あー、そういうこと。赤、青、椅子、電球の数ってことね。南京錠ね。じゃあ、はい、探しましょう。まあ、多分、なんかゲットできるものはないだろうな。あー、地下鉄毒ガス事件でパニックになってた頃。あー、なんか、ぽい感じだね。一応元ネタをみたいな感じにはしてるらしいけど。じゃあやってみるか。3、4、1、3、4、8、2。はい、ロック外れた。日用品が入ってたんだって。電池。自動的に使用されます。勝手に使うんだね。このチラシは？慈愛なる真理天堂の父が試練をお与えになられた。死と心境を持って無限の苦痛が解放されるのです。あとは95年の地下鉄毒ガス事件を引き起こしたっていうカルト手段。わ、やっぱそういうことだね。それネタにしてんのか。なかなかやね。飽きましたよ。なるほど。まあまあまあ、あの事件か。はい、電池はめて。まだダメなの？他のチャンネルにしてみたら？84.5 だっけ？エピソードありがとうございました。続いての曲は中島さん、一期一会です。どうする？で、一番上か。携帯？携帯電話知らないの？ああ、うん。私、時代に取り残されてるから。下の声からね。電車の本質が異なっていく、つなぐ記憶の架け橋となること。98年のラジオ放送が聞こえるということは、電車が成功した証拠よ。へえ。じゃあ、これでいいんだ。はいはい。この言葉と一緒に飛んでいくよね。戻ってきた。ああ、よく見たらそうだね。座布団のところだもんね。飯谷さんは？まあ、向こうの世界の人ってことか。丈夫なはしごみたい。これを使えば床の穴を越えられるかも。お、勝手に？おお。歪んでるけどな。俺には歪んでるように見えるけどな。大丈夫か？これさ、これどうなんだろう。過去飛んで開けたから開いてるのかちょっと気になるよね。あ、なんかある。おにぎりみたいなものが。お？桐谷よ。うわー、こんな感じになるか。呪いのせいで、私には人間と鳩の二つの姿がある。この姿の時はおしゃれにもできる。へー。それって鳩なの？そんなのどうでもいいでしょう。行かなくちゃ。連れてったよね。はいはい。まだ鳩の体に馴染んでないのよ。
まあおにぎりのサイズだしポケットに入れればいいか。おにぎりちゃんね。ちょっと待って、ちょっと待った、今なんて書いてあった？隣のテテロ。なんだろうな、中国のインディーゲーなんだけどさ、結構こうなんかテテロネタね、テテロネタ多いんよな。好きやな本当。まあ普通に出られたね。このノートが導いてくれるって言ったでしょ。お、出てきた。出かける前に話しておきたいことがあるの。今木原ちゃんの心の中は不信感でいっぱいよね。私だってできることなら本当のことを話したい。でも今はこれ以上話すことができないの。この身にかけられたのは一種の言霊の呪い。そのせいで私は知っている秘密を話すことができない。もしその秘密を、秘密を話そうとすれば、その呪いが目に見えない手となり、私の喉を締め付けて声が出せなくなってしまうの。なぜここにいるのか、どうして秘密を知っているのか話すことはできないけど、でもこれだけは信じてほしい。私は悪者なんかじゃないわ。木原ちゃんと一緒にここから抜け出したいって心から思ってる。それだけ、説得力なんてないってわかってるけど。なんていうか、正直私も隠してたことがあるから。昔から変なものが見えるの。変なものって？かわいいな。鳩の状態かわいいね。妖怪とか幽霊みたいな。他の人にも見えるだろうって、最初は思ってたんだけど、だんだん自分だけなんだって分かってきて、まあみんな優しいし、私を傷つけたりはしないから平気だけど。なるほど。だから木原ちゃんはこんなに落ち着いてるね。普通の女の子なら怖がって泣いちゃうところだもん。うん、きっと誰にだって話せない秘密はあるでしょう。打ち明けてしまったら、帰って相手を傷つけてしまうかもしれない。だから、あなたのことも理解してるつもり。これ以上何も聞かないわ。わかってるな、木原ちゃん。なんだかすごい感動しちゃったわ。それじゃあ、黒森町劇場へ向けて出発。はい、バックゲット。あ、にゃんこちゃんいない。とりあえず、白い羽、懐中電灯あれだけど、巨大ね。はいはい。うわ、猫ちゃんがいた方向に行くのかな。ね、いなくなってるね。ご主人、ご主人、はっ、しゃべるニワトリいる。ご主人、オッケー、ここ。ご主人、ば。このニワトリ、人間の言葉を話してる。これも白い羽の力よ。持ち主は動物のことが分かるようになるの。へえ、便利すぎるね。もしかして、これってあなたの羽？そんなわけないでしょ。主人、ば。主人って意味よ。主人をって意味よ。方言にまで詳しいのね。っていうか、ニワトリも方言で話すんだ。まあ、少しだけね。お。主人を。あ、辛くて殺した場合。なんで九州、博多弁？多分だけど、主人を吊るして殺した。吊るしてってどういうこと？だから、何かしてるとき後ろからボンってぶつかったとかね。ニワトリ語なんて話せないわよ。同類なのに。もうバカバカ、あんたこそ同類じゃないのよ。とりあえず他の場所も調べてみようか。ドアに鍵がかかってると、はいはい、家具は埃をかぶり、こちらにクモの巣が貼ってある。お、猫バスってこと？猫バスっぽい、気のせいかな。はいはい、135列車事件。調査により、心理天堂の信者にはハンコであることが判明されたと。はい。
神社であると毒ガス事件に関与している可能性が非常に高いと。はあ、じゃあこの首を吊ってたっていう話はそういうことか。95年か。自動数の減少に伴い来年3月が始まる。廃校とする。はいはい、廃校ね。切ないっちゃ切ないよね。復興ね。社会経済学の教授してるんだ。なんか頭良さそうな感じではあるもんね。さあ他に何がある。下行くとどっか行くんだね。左？あ、行けないか。お、想像以上に寂れてるわね。柏原の住民は1年前にほとんどいなくなってるわ。みんな引っ越したの？ほとんどの人は黒森町やもっと離れた場所へ引っ越したみたい。残った人もすでに亡くなっているはずよ。やたら詳しいのね。次の本は黒森町周辺の階段がテーマなの。このぐらい知ってて当然よ。知ってて当然なのか。おお、ほう。多分ね、ホラー要素だったんだろうけどね、何の反応もなかった。JA だって。いいの？これ大丈夫なの？農業組合の名前出して大丈夫？あれ、こっちじゃないってことしたか？ん？今なんかいたよね。あ、霊が見えるってそういうことか。そういう演出をしてくるってことか。で、今、走って行ったけど、ほとんど俺見えてなかったよね。ちょっとドキッとしたけど、やっぱ慣れたっていうか、だいぶ、あれだな、ホラー体制ついてきてんだな。お嬢ちゃん。あれ？さっきの通った人じゃない？ここのお嬢さん、ちょっと手を貸してくださいませんか？ここ数日何も食べておらず力が入らないんです。少しの間この子を抱いてもらえないでしょうか。キハラちゃん、説明あったよ。とにかく近づいちゃダメ。すぐここから離れましょう。急に、あ、そうだね、懐中電灯チカチカした時は大体やばい時やからね。この子を抱いてください。ぼーっとしないで走るわよ。追っては来ないみたい。一体どういうこと？鹿島村に古く伝わる昔話を。ある男が夜道を歩いていると赤ん坊を抱いた女と出会う。女は男に赤ん坊を抱いてほしいと頼んだ。男が言う通りにすると女はたちまち姿を消し、腕の中の赤ん坊はどんどん重たくなっていく。もう放り出すこともできないわ。俺あれだっけ、地蔵だっけ、粉木じじいだっけ。とうとう石のように重くなってしまった赤ん坊に男は押しつぶされてしまうの。もし本当に助けが必要だったら、ここは塔の昔に廃村になってるのよ。着物を姿の女がいるわけないじゃない。いるじゃない、あなたが。冗談言ってる場合じゃない。一応ツッコミ役になってるね。いい？今まで出会った妖怪や幽霊はみんな友好的だったかもしれないけど、この世界には悪意を持った怨霊もたくさんいるの。命が危険にさらされる可能性だってあるんだから。だからね。ああ、だからってことね。大丈夫？空色悪いよ。ああ、多分さっき発した時にすごく揺れたから。あ、そっち！バッグに入れた方がいい？広くていいんじゃない？いいのよ。ここ気に入ってるから。キャラちゃんの体温かいし、いい匂いもするし。できるだけゆっくり走るからしばらく休んでて。ほえーって。あれ、ねえ、鳩の顔だから可愛く住んでるけど、あれ、リアルの方はどういう感じなんだろうね。お？電話使えるようだ。
うん、でも今まだ必要ないかもね。鍵かかってるか。追加。もうこれめっちゃ、ね、目立つね。かかしね。なんかさ、こう、ゲットできそうなやつ光ってればいいんだけど。あ、なんかあるわ。マークが一応ついてんだよね。ここからだけの付け根はあちこちに悪口が、ああ、掘られている。はいはい。鉛筆で時間割が書いてある。大人の字じゃないみたいね。どうして付けがこんなところにいじめかしら。どのぐらい普通でしょ？いじめなんてどこの学校にもあるわ。ひどいじゃない。同級生にこんなことするなんて。自分たちが生き物に見えてくるのよ。ほとんどの人は未知のものを受け入れられないから。木原ちゃん優しいからやっぱりみんなに好かれるでしょう。妖怪が見えるせいで小学校の時はずっと変人扱いされてたわ。まあ昔のことだけどね、今のクラスメートはみんないい人だよ。それならよかったわ。ちょいちょい昔話っていうかね、どんな子だったみたいな話が続くね。埃だらけのモップ。これも下に行く感じかな。だね。追加が気になるけど。で、猫の看板があるね、またね。え？鹿？第一章、鹿骨階段。階段こういう風に挟んでくるんだ。鹿の頭蓋骨みたい。鹿にしては大きすぎない？お前たち何してる？そっちですか？おい。エイコ様でいいのかな？もう頭蓋骨のあるじのこと？そんな気安く呼ぶんじゃない。私にそういうのはあんたでしょ。強気だね。なんだこのウサギの尻尾みたいなやつは。あとよ。ごめんなさい。今日は悪くしないで。私たち道に迷っただけなの。なら早く帰ってくれ。うん、そうしたいところなんだけど、黒森町へはどう行ったらいいの？何をしに行くんだ？私たち黒森町の。あんたには関係ないでしょ、キハちゃん。こんな失礼な小鹿に教えたくなくていいわ。はいはい。この橋は黒森町へ続く唯一の道だ。諦めるんだな。ありがとう。親切やね。他に用がないなら、エイコ様に近づくんじゃないぞ。ああ。木が枯れてしまうって書いてある。ねえ、これ何なんだろうね。よし、じゃあ今回ここまでにしましょうか。ちょっとね、第一章、やっと始まったって感じなんで、まあ、こっからだろうな、ホラー要素はね。どういうホラー要素なんかな。今のところ、ね、音でびっくりみたいなところあったけど、無反応だったからね。まあちょっと次回楽しみにしたいと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。まだまだいろんなゲーム、動画や解説、攻略などをやっていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。